サンダスキー軍は、アメリカ合衆国をハイオ州に存在する軍の一つで、ある。2010年現在の人口は6万944人で、2000年の6万1792人と、比して1.4%減となっている。郡庁所在地はフレモントである。なお、シダーポイントをはじめとする、テーマパークで知られる、サンダスキー市は、本港で述べるサンダスキー郡ではなく、 その東に隣接するエリー郡にある。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この郡の総面積は1081.9平方キロメートルである。このうち1057.9平方キロメートルが陸地、24.0平方キロメートルが水地域であり、総面積の2.21%を水地域が占めている。 2000年現在の国勢調査で、この軍の人口は6万1792人、2万3717世帯、及び1万6957家族が暮らしている。人口密度は58人、平方キロメートルである。24件、平方キロメートルの密度に2万5253世帯の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は、 白人92.20%、アフリカン・アメリカン2.67%、先住民0.13%、アジア0.29%、太平洋諸島系0.01%、その他の人種3.10%、および今月、根結1.61%、人口の6.96%はヒスパニック、または、ラテン系である。23,717世帯のうち、 33.30%は18歳未満の子供と同居しており、56.50%は夫婦で一緒に生活をしている。10.50%は夫のいない女性が世帯主であり、28.50%は独身である。全世帯の24.10%は一人暮らしであり、10.60%が65歳以上である。 平均世帯人数は2.56人であり、平均家族人数は3.04人である。この軍の住民は26.20%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下は8.10%、25歳以上44歳以下28.30%、45歳以上64歳以下が23.00%。 65歳以上が14.50%で、ある。中央値年齢は37歳である。女性100人あたりに対しての男性の人数比は95.90人で、ある。18歳以上の女性100人あたりに対しての、男性の人数比は92.60人である。この軍の一世帯ごとの平均的な収入は4万584ドルで、あり。 家族ごとの平均的な収入は47,675ドルである。男性35,501ドルに対して女性は23,964ドルの平均的な収入である。一人当たりの収入は19,239ドルである。人口の約5.70%及び、家族の7.50%は貧困線以下である。 全人口のうち18歳未満の9.10%と65歳以上の7.00%は貧困戦以下の生活を送っている。サンダスキー軍調査詳細は、オハイオ軍政府を参照サンダスキー軍のコミュニティ、及び、軍区都市村軍区国勢調査指定地域ほかのコミュニティ。ありがとうございます。